まで硬いデニムじゃないと思うけど、ただ空気の感動ストラックスに出会ってしまったら余計な、まあジャージとかね、履いてるしね、そりゃあれだろ、硬く感じるかもしれない。でも今履いてるんだね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。おー、今日はね、ちょっと紹介する商品はそんなに多くはないんですけれども、やばいパンツかね、入荷しましたんで、はい、入ってますんで、もう早速お問い合わせ&ご注文が相当来ておりますけど、ブランもね、サイズ掛けしちゃってね、まあ、投稿を見てくれたら、ちょっと俺のあの気合の入った説明がね、物語ってる。ボスが、本当はね、あれの5倍ぐらいはね、余裕で書きたかったんですけど、あんま長々書いてもあれかな。こんばんは、皆さん。こんばんは。では、やっちゃいますか。そうっすね。まあ何週かしてもいいんで、ちょっとやっちゃいますか。はい、まあ、その都度なんか気になることあったりとか、コメントあれば。ください、コメントください、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずワコマリアから、はい、ベロワ生地のポロシャツですね、はい、今回柄がパイソン柄になっております。素敵、はい、グレーがもう完売してしまして、グレーね、早速完売、早速、はい、すぐ完売しちゃったんですけど、うん、こちらのピンクだったら、うん、M サイズと L サイズご案内できますんで、はい、これがまた今りゅうちゃん着てもらってるからね、はい、ちょっとシルエットとかは、これサイズは何ぼですか。これ L サイズになってます。 175cm で L 着てます、うん、あのポストにも上がってる通り、うん、こんな感じの、なんかポロシャツっぽくないよねって2人で話しててね。そうですね、ちょっと袖丈も長いし、やっぱなんかこうみんなポロシャツって思い浮かべるとこうあるべきっていうなんかポイントが何箇所かあって、やっぱ素材でいうとあのカノコ、ゴツゴツしたあの生地、そうですね、あれとやっぱこの襟と、あとまあちょっと結構タイトなシルエットだったりとかするものが多かったりとか、あとこう袖にもリブついてたりとかするものが結構王道なポロシャツのデザインだったりするんですけど、これに関してはもうシルエットで見れば本当オーバーサイズの T シャツみたいなシルエットだし、袖にリブもないし、でまあ生地もベロアだし、で総柄だし、本当襟ぐらいですよ。だから本当にこう総柄の T シャツに襟がつきましたぐらいのシルエットなんで、なんかあんまこうポロシャツ感がないというか、すごい着てて着やすいかっこいいシャツになってますね。上まで締めたアロハシャツぐらいの感じにも見えなくもないし、あと俺的にこの2個ともボタン開けてね、プルオーバーっぽい感じで着るのもいい着方かなと思って、ベロアのね、生地感がまたすごくいいんですよ。ベロアって上品な素材なんで、ポロシャツはカジュアルなアイテムなんですけど、それをこうベロアって上品な生地で作ることで、この独特のバランスが生まれる感じですね。かっこいい。あとあれね、昔のサッカーのユニフォームみたいだねっていう話をしたしね。はい。はい、で、裾にビューティーパーティース。ピスネームが付き。ネームと胸に刺繍ですね。パラダイス東京、あ、パラダイス東京ワコマリアって書いてありますね、うん、これがピンクがもうあと M と L1 個ずつで終わりなんで、それ気になる方はお早めに、はい、あとまあ気になるね、その詳細とかサイズ感とかはガンガン質問ください。で、ワコマリはこれ1個だけですね、はい、で、次いよいよ紹介しちゃいますか、じゃあもう、はい、最強パンツデラックスから、はい、入荷しました。で、あのコメントっていうか、あの投稿ポスト見てもらった人はあれなんですけど、
書いたの俺なんですよね。で本当に今季一番楽しみにしてて一番もう最強だと思ってたパンツがこれなんで、どのブランドのどのパンツよりも俺これが最強だと個人的には思ってるパンツです。で今ちょっと流行ってきてるんですよ、こういうポリエステル生地のパンツ、綺麗なパンツ、ラングラーのランチャーっていうパンツだったりとか、まあそういうのって結構フレアだったりとかするんですよ。でフレアもすごくいいんですけど、これは結構ストレート、太めのストレート生地になってます。お、パナマハットのリボンは交換とかできるんですか？そういうサービスはワコマリアの方では多分やってないと思うんですけど、なんかそのハットのお直し屋さんとかハット屋さんとかだったらひょっとしたらやってくれるところがあるかもしれないですね。はい、多分特殊ですからね、そういうのも付け替えとかも。なのでちょっとそれで調べてみてもらえればひょっとしたら出てくるかもしれないですね。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。秋山さん。こんばんは。こんばんは。最強のパンツです。これが入ってきました。デラックス。で、まあ早速今日というか、まあ、2人とも今履いてるんで、これもやられたよね。これは、うん、めっちゃいいパンツ。どんぐらいいいの？世界最強。一言で表す。ということやらすならね、もうそれだけ。世界最強、世界最強、やばいねそれ。周りくどい言い方はしないです、うん、最強のパンツ。そうですよ秋山さん、最強のパンツ入ってきちゃいました。これ俺が本当に今季最強だと思ってるやつ、冗談抜きで。今季というかもう本当にこれ最強、何本もストック買っときたい、一生分ぐらいの。これサイズ違いでも全然いいパンツです。そうそうそう、まあ入ってるので紹介しますから。だからもうね、今日投稿に載せたやつですか？そうですそうです、はい、それです。あのブラウンとブラック2色のやつですね。じゃあ俺から 172cm で S サイズ履いてます今で。 M とかも履き比べてみたんですけど、まあ、M もいい感じの太さでいいなと思ってて、でもまあある程度ちょっとこう S でもしっかり余裕感もあるんで、でポリウレタンも入ってるんで若干のストレッチ性もあって本当にこう突っ張る感じないですね。ラングラーのランチャーって結構、まあ、ストレッチ入ってるはずなんですけど突っ張って動きにくかったりとかをすると思うんですけど、そういうのも全くなくて、であとポイントはここです、そのプリーツ、これ縫われてるんで消えないです。でも露骨に縫われてるやつだとなんかこうプリーツっぽく見えなくなったりもするんですけど、これはもうしっかりセンタープリーツとして見える綺麗な縫われ方してますね。でウエストがちゃんとベルトループもついてて、かつ後ろ半分がゴムになってるんですよ。これがまた最高にいい感じですね。であとなんだろうな、最近タックのパンツ多かったんですけど、ここのお尻周りと腰周り、ここがめちゃめちゃスッキリしてるんですよ。ここわかります？この細さ、これ M とかになっても一緒なんですけど、タックのパンツってこっから急にこうボリュームがバンって出るんですけど、それがないパンツなんでなんかすごい綺麗に見えます、シルエットが。インしたりとかした時もなんかすごい綺麗に見えるんですよ。ここにこうもたつきがなかったりもするし、でインするようにちゃんと股髪も深めになってるんで、うん、インした時のバランスもすごい良くなるパンツですね。でこのポリパンの特徴はやっぱすごい乾きやすい、シワになりにくい、ですごいタフで、スラックスじゃないくせにスラックスぐらいの本当綺麗さがある、光沢感もあるし、ドレープ感もあるんで、もう最強でしょうね、これは。かっちょいいっすね、うん、で秋山さん。そうなんですよ。別にスタイルも、今俺結構ウエスタンに寄せてますけど、このウエスタンのプルオーバーシャツと、ウエスタンブーツ入ってるんで、
ですけど、もう全然本当に無地 T とかプリント T にスニーカーとかっていうスタイルでもいいですし、まあ最強なんですよ、とにかく。で、M も買おうと思ってます、正直。172cm で、これ今 S サイズです。M も欲しい。あのぐらい気に入ってます。超気に入ったやつは2サイズ買いと、あと複数買いを俺するんですけど、もう、本当にしたい、これは。複数サイズ買いはするかな、多分。ワコマリアのポーチは何色在庫ありますかですって。今ちょっと、はい、持ってきました。今4色ですね。今4色、タイプ1とタイプ2で、はい、こっちのオレンジ、はい、あ、タイプ2はオレンジとミント、はい、でタイプ1の方が、ベージュとブラウン、はい、ありますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、コメントはスルーしてないよね。 OK ですね。はい、じゃあ、あとりょうちゃんが今入った感じ、りょうちゃんこれサイズ何本入ってるんですか？サイズが L です。はい、ブラウンの L サイズをりょうちゃんが入ってます。見てください、これスラックスにしか見えなくないですか？りょうちゃんよくブラウンのスラックス入ってるじゃないですか。で、あの投稿を見てもらえればいいんですけど、スラックスですよね、もう本当に見栄え、その光沢感とこのドレープ感と、でもこうポリエステルの生地なんですよ。めちゃめちゃかっこいい。で、レングスはちょっと長めに設計されてるんで、思いっきりこう上で履いて、ジャストレングスで履いてもいいし、それがまあ股上深めだからそれも調節できるんで、で、ちょっと腰で溜めて下に履いてもすごいかっこいいっていう。またピンクと合うね、これ。このコーデいいね。うん、もしかしてデラックスのカーディガンってあとブルーのみですか？よくお気づきで。そうなんですよ、ブルーのみになっちゃいました。そうなんです、あっという間になくなってしまって。あ、でもこれね、またカーディガンとも合うんですからね。あとでちょっと着てみますわ。いいコーディネートだと思いますね。ブラウンもかっちょいいですね。そうなんですよ、ブラウンが M サイズも早速完売ですね。で、S と L のみになってます。ただやっぱ、りょうちゃんもね、結構やられてたんで。お早めに。早く。皆さん、そうっすよ。お願いしますね。はい。我々もライバルですからね、皆さん。はい。早いっすね。笑い。そうなんですよ。いや、本当にいいですから、これマジでいいですよ。これこれっていうパンツです、うん、気分ですよ ね、 パンツですね。ほら、来た、ほら、スラックスワコですかって。そうなんです、そう見えますよね。これデラックスのポリエステルのトラウザーなんですよ。これめっちゃいい。はい、スラックスに完全に見えるくせに、もうガシガシ履けるし、洗えるし、シワにならないしっていう、もう最強パンツです。ライバルなんですか？笑い。そうですよ、ライバルですよ。早めにお願いしますね。ちょいちょいね、やっぱお客さんとかからブーイングも来る。いえ、それ欲しかった、させーんっつって。他のアイテムとの相性もめちゃめちゃいいんで。そうなんですよ、まあ、あのポストに上げてたのはね、りょうちゃん白 T にこれっていうスタイルでしたけども、それだけでどれだけかっこいいかっていうのも、あとはちょっと見てない人は見ていただいて。はい、でスラックス欲しいけどな、デリケートなのもなっていう人はもうこれですよ、はい、シャツの生地感知りたいです。かしこまりました。このシャツですね、このポロシャツ。これベロアです。ベロアです。生地感伝わるかな、近すぎる。これわかりますか？ちょっと肝がかったよね。そうなんですよ、ただなんかそんなに厚手ではないんで、はい、別に夏着てても暑苦しくはないかなと思いますし、あと袖がこう、さっきも説明したんですけど、こうすぼまってるタイプって下にこう長袖とか合わせるの結構バランス悪いんですよ。でもこれすぼまってないんで、ちょっとこうね、サーマルとかロンティーとか着て、ちょっと寒い時期レイヤードしても全然いいと思います。
でアウターのインナーとかにしてもねかっこいいし。それ生地なんなんだっけ。コットン。ベロアコットンですね。コットンポリだっけな。コットンポリです。コットンポリか。コットンが80、ポリが20です、ね。はい。っていう生地ですね。で175センチで L サイズ。上は L です。上 L、下 L。下はデラックスのパンツです。めっちゃいいんで。はい、紙パンツです。紙パンです。はい。で、もう一種類一応ね、パンツが入ってきてるんで。これもポストに上がった上がりましたねパンツです。デラックスお得意のあのこのテロッとした光沢ある生地の総柄パンツです。で一応こう花の柄なんですよ。花ですね。なんか分かりにくいんですけど、こう近くで見ると花のこう白黒の写真がプリントされているような感じで、でこの結構細めのテーパードの形なんで本当綺麗に履けます。柄のパンツってこういかつくなったりとかしがちなんですけど、まあ、柄が結構こうモードっぽい柄プラス、まあ、生地も光沢あって細身の形っていうのでこう嫌味なく綺麗に履いていただけると思いますね、うん。ネックレスはワコですかクーティですか。リョウさんのやつですかね。クーティーです。クーティーのフィガロとナローの方と、うん、あとこれが、うん、なんだっけアバランチ。アバランチ、うん、です。これは両方クーティーです、うん、はい。でデラックスがパンツだけの入荷ですね。はい。そしてあとキャプテンズヘルメですか。あ、早速ありがとうございます。ありがとうございます。ショルダーポーチありがとうございます。いやパンツやばそうだね。やっぱりパンツお願いしますよ、うん。これはあのねちょっと騙されたと思ってね。本当にこれに引き続きダメージカーディガン、これだけ衝撃受けたシリーズね。お、なんか参加リクエスト間違いですかね。これ間違いで なければあのもう一回言ってあのやってもらえれば参加も OK なんで。さあちょっとカーディガンを合わせてみましょう。見ましょう。カーディガン、どうですか。デラックスいいよな。ほんと大好き。パンツマジ。これ上は L サイズですね。多分 L ですね。確かカーディガン L サイズ。L、はい、着てこんな感じです。でこのプロオーバーのウエスタンシャツも L サイズ。全部揃えられるコーディネートなんで。でパンツは S です。いいね、この組み合わせ。めちゃめちゃいい。やっぱり黒のカーディガン買えばよかったと後悔しております。そうですよね。でもこんな早くなくなるって正直思わなかったんですね。めちゃめちゃ早かった。黒まあまあ数あったんですよ正直。結構取ってましたね。でもあっという間になくなってきましたね。しかも結構オンラインで。だからオンラインで、うん。だからこのパンツも結構そういう現象になるんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、うちとしてはもうほんと年中置いときたいぐらいの神のパンツなんで。神のパンツ。神のパンツなんですよ、うん。黒のカーディガン買いましたって。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか黒のカーディガン。これ見て買ってくださったんですかね。
だとしたら、あの正直にね、あの感想をいただきたいですね。どんな感想でも真摯に受け止めますんで、おハートありがとうございます。お、ありがとうございます。ハート、黒のカーディガン良くなかったですか？ああ、みんなライバルですよ。そうっすね、そうなっちゃうんですよね。みんなライバルにならないぐらいね、無限に数があれば。そうです、そうです、見て買ってくださったんですね。ありがとうございます、本当にありがとうございます。カーディガン可愛いね。そうですね、ありがとうございます。他のね方同士で喋ってたね。カーディガン可愛い、素晴らしいですね。なんかそうやってあの交流してくれると嬉しいですよね、はい、知らない人たち同士がここを通じて交流してくれるっていうのもすごい嬉しい、うん、そうなのよ。知り合いの方なんですかね。あ、知り合いの方かもしれないです。はい、みんなね、いい人たちなんで、はい、あとはキャプテンズヘイブンから、うん、キャップが、はい、ジェットキャップですね。ジェットキャップ、毎シーズン定番で出てる、はい、これもすごい定評のあるキャップですね。形がとにかくいい、うん、あ、彼女です。あ、そうですよね、彼女さんでしたか。彼女さんも見ていただいてるんですね。が入荷しました。ありがとうございます。いや、ね、本当に2人で来てくれた時嬉しかった。ありがとうございます。本当にありがたいです。今日もね、見てますっていう人が来てくれてね、そう見ていただいてる方がありがたいね、本当に。キャップかぶる？キャップかぶりますか、うん、パンツが欲しいです。そうですよね、秋山さん言ってましたもんね、パンツ、そのラングラーのランチャーにするか、そのワーコのスラックスにするかっていう。でも、これを選択肢に入れてもいいんじゃないかなと思いますね。ランチャー、まあこのデラックスで、デラックスのデザイナーさんも言ってたんですけど、そのラングラーのランチャーを、まあ、デラックスっぽく作り変えたモデルって言ったんで、うん、俺そのランチャーも持ってますけど、やっぱでも全然違いますね。生地感は確かにこう似てる感じですけど、色味とか、あ、ごめんなさい、キャップに触れなくて。こんな感じです。あとかっこいいモデルさんが、うん、かぶってる。いや、りょうちゃんもかっこいいよ。ありがとうございます。うん、何見てんだよ。どこ見てんだよ。かっこいいよ。やべえ、ちょっとめっちゃ覚えてるんですね。覚えてますよ、全然覚えてますよ、もちろん、うん、ありだと思います。しかも S サイズだったらいいサイズです。かなりいいこれですね、うん、俺ギリギリなんでもなかった。ただ半分ゴムっていうのマジですよ。ここがまた結構ミソで、後ろってまあそんな気になんないじゃないですか。お、アンナ、ヤッホー、ヤッホー、アンナ、ヤッホー、アンナ帰ってきてるらしいから。あ、おかえりなさい、うん、明日来るって。お待ちします。うん、後ろゴムは別に気になんないですよ。まあしかもベルトする人だったらベルトでも隠れるし、でも前ってインした時にゴムだとちょっとこう見栄え悪かったりとかもするんですよ。でもこう前だけはちゃんとなってて、後ろがゴム、これがね意外とありそうでなかった画期的な。これないっすよ、これないのよ、絶対ない。そう、これが本当にいい、うん、これですよ、珍しいっすよ、ね、そうなんです、最高だと。デザインの細かい説明はしてなかったですね。ここにこうネームタグついてます。あとは特にそういうなんかプリント入ってたりとかタグとかはなくて、ほんとシンプルなピンタックのパンツですね、うん、スタイル綺麗なのにゴムって履きやすそうですね。そうなんですよ、めちゃ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 綺麗ですからね、本当に。でしかもありがたいのが結構ストレートなんですよ。フレアとかテーパードだと裾上げるとシルエット変わっちゃうっていう現象あると思うんですけど、これは本当、まあ L だと丈長いけど、でもウエストとかシルエット的にちょうどいいなとかっていう時も裾上げはできるんで、なんかその辺もまあ結構嬉しいポイントかなと思います。
やっぱストイ、うん、そうですね、テーパードとかフレアの時は俺もちょっと裾上げはなるべくしたくないんで竹でちょうどいいのを選んだりとかするんですけど、まあこういう変わんないシルエットのやつだったらそこ関係なくシルエットとか好みで選べるからいいですよね。うん、カーディガンってボス着てるのラストカーディガンですか？これラストです。ラストカーディガンらしいです。らしいです。ラストです。ラストカーディガンらしいですよ。その在庫とかに関してはね、やっぱりりょうちゃんがすごく詳しいんで。ラストです、はい、俺多分あと10個ぐらいあるのかなと思ったらラストらしいです。ラストです、はい、結構取ったんですけど、ね、結構取ったんですけどね。早いですよ、うん。裾上げできるんですか？できますね。これはできます、はい、で、しかも特殊な裾上げもしてないんで、ちょっと見せようかね。ここ見せてよう。りょうちゃんのパンツね。どうですか皆さん、これスラックスに見えるよな本当に。そうそう、腰回りのね、綺麗さありますか。ここがやっぱりゴムだったら違うんですよ、印象も。後ろだけゴム、うん、ラストカーディガンありがとうございます。そうです、ラストカーディガンなんですよ。ラストです。でポロシャツはあと ML1 個ずつになってますん で、はい、でグレーの方は完売です。ちょっとお悩みの方はね、ブラウンのパンツって今まで興味なかったんですけど、りょうさんが着てるのを見て興味出てきました。りょうさん本当に影響力あって、ベージュとかブラウンとかばっか履いてるんで、ブラウンパンツを求めてる人がすごい多いんでね、りょうさんの多分影響も少なからずあると思うんだよね。こうやって秋山さんみたいにね、結構言われるもんね、ブラウンのスラックスとかブラウンのパンツいいねって。あとパープル系とかね。そうっすね、ワーガンディとか。りょうちゃんやっぱ暖色系好きなんで、うん、ブラウンパンツはでも本当に使いやすいよね。使い勝手いいっすね。別にぶつかるカラーもないしね。なんか渋いっすよねブラウンパンツって。しかも光沢あるブラウンってやっぱちょっとエロいんですよ。かっちょいいっす。髪切ったんですね。切りました。ちょっと、あ、でもこの周りだけ。あ、周りだけ。切りました。上は伸ばしてるんですか？上は伸ばし、若干伸ばしてる。あれコメント書いてますか？書いてないです。あ、かっこいいって、刈り上げかっこいいって。刈り上げかっこいい。書いてない。すごい。書いてない。次々に刈り上げかっこいい。新しい髪型かっこいいってすごい来てるよ、ほら。かっこいいよ。ほらほらほら。リアルでも。いつもかっこいいよって言われてるから。皆さんこんばんは。そうですね。一応まあ今日入ったのはその辺ですね。圧倒的におすすめやっぱこのコンパンツ、うん。でもガラパン探してる人はこれすごいめちゃめちゃいいっす。最強のアクセントになるんで、これもあのポストにあげたんで、俺的にはおすすめはやっぱああいうオールブラックでこれだけこうと合わせる感じね、差し込む感じで、はい、おすすめですね。バッチリです。うん、バッチリでした。ありがとうございます。ありがとうございます。とまあ今週はこんな感じで。そうですね。でスラックス多分来週ね、来週ですね、来てくれんじゃないかな多分。来てほしい、うん、あ、今後入ってくることについての質問とかも全然答えるんで、はい、気軽に聞いてください。あと何分までする？40分、今日は9時、うん、9時ね、まあ9時5分くらいで、はい、9時まで、はい、9時までやりますんで、あの気軽にコメントくださいね、はい、あ大丈夫です全然大丈夫です。
で、あともう一つニュースとしては、ニュース来週の水曜日に例のあれですね、はい、ワコマリアの秋冬の展示会に行ってきますんで、はい、楽しみにしててくださいというか、我々が一番楽しみなんですけど、楽しみにしてきていた、そこにもね、ついてこっか、ついてくる。じゃあぞろぞろみんなでね、行きたいよ。でも本当に外でタバコ、そう、楽しみだね。なんか狙ってる、こういうの出てほしいなってのある？もう今完全に何出るか分かってないんで、我々もこれ欲しいなみたいなあります？スタジアンですね。スタジアン、これはね、ちょっといい感じのやっぱレーザージャケット。未知すぎるからな、うん、何が出るのか。確かに。ちょっとそこも楽しみです。やっぱいい感じのレーザー、ほんとレーザーなんだよな、最近。レーザージャケットが欲しい。レーザーダウン出たらどうする？あ、レーザーダウンは欲しいかもしれない。でもあの、ジップがプラだったらね。あ、なるほどですね。うん、レザーダウンは出たらひょっとしたら行っちゃうかもしれないですね。ずっと探し求めてるレザーダウン、行っちゃうかもしれない。もうパンツいいですよ。パンツです、うん、まあちょっと先週入ったね、アロハとかもまだこの辺に出しとく、ね、この辺ね、こういうのもなんかありますよと。まだありますよ、はい、皆さん揃ってます。揃ってるんで。サイズ感とかね、わからないと思う。明日クーティーのパンツ販売ありますか？カーゴかな。カーゴですかね、うん、すいません、当店未入荷に。そうなんですよ、なっておりました。すいません。そうなんですよ、すいません。今週はデラックスの、はい、最強紙パンツと、はい、キャプテンズヘルムのジェットキャップ、あとはワコのポロシャツっすね。そうですね、が入荷したんで、ですがまだアロハもたくさんご用意してますんで。全国的にあったかくなってきましたからね。結構あの半袖で街ブラブラしてる人たちも増えたし、最近仙台に。ボブ・ディランのシャツもまだあるんですね、うん、欲しいのたくさ ですよ。まだありますよ。まだまだございますんで。お腹すいたな。さっきステーキ宮の話してたんだよ。腹減った。ステーキ宮食いたい。行きましたか、宮さん、ステーキ宮。行ってくださいよ、行ってない人たちは。宝くじ当てて M スイッチさんで大人買いしたいです。それはね、あの結構言ってくれる人たち多いですよね。俺も宝くじも買ってんすけど。こんばんは、デラックスのスラックスどんな感じですか？あ、最強っすよ。最強ですよ、この紙パンツ。はい、はい、172センチで、もうすぐ今S サイズを着用してますが、これがまた M も全然いけるという、
M もいい感じのちょっと太さで履けてる感じですね。悩めるパンツ。悩めるパンツ。結局2本買いしそうな勢いです。1本になっています。ちょっとこれは本当にいいパンツなんで。パーソンだったじゃん。ブラウンの方も。いいパンツなんで、うん。神に与えられたパンツ。そうなんですよ。そうそれぞ神パンツ。神からの入荷です。神。ゴッド。はいブラウン。はい175センチで L サイズを。うん、着用してます。でポストに上がってたのは M なんですけど、はいはい、L もいいよね。 L もいい感じのゆとりがあって、 L の方がでも好みって言ったもんね、りょうちゃん、ね、L の方がまあちょっとこのゆったり感は好きっすね、うんうん、どうですか皆さん、良くないですかこれ。めっちゃいいんで、はい、でさっき今見始めた方だと思うんで、またちょっと詳細説明すると、後ろ半分だけがゴムになってます。これはやっぱ前から見た時にすごい綺麗に見えるのと、まあ、ウエストはすげえ楽っていう、うん最高ですね。めちゃめちゃ伝わりました、最高具合が。ありがとうございます。完全にスラックスにしか見えないですよね。これさっきそのスラックスは困りやですかっていうコメントもあったんですけど、いいコメントですね。これがデラックスの、はい、ポリエステルパンツです。でももう見栄えは完全にスラックス、この光沢といいドレープ感といい、うん、パンツガンガン洗えるって最高ですよね。そうなんですよね。しかもまあポリエステルはポリエステルでも毛玉になりやすいポリエステルとかもあるんですけど、でも大丈夫ですねこれは。これはなんだそう、はい、すぐ乾くし、コットンと違って色あせもないんですよねポリエステルの生地って、まあ、若干はありますけど、本当その退色とかしないんですよ。で、スタプレとかランチャーとかと違って、まあ、プリーツがもう縫われてるんですよね。だからまあなんか、あ消えてきたなとかっていうのをストレスに感じる人も気にしないでガンガン履けちゃいます。俺結構ズボラなんで、本当はプリーツ欲しいんですけど、プリーツ入れんのめんどくさいから、できれば消えてほしくないなって思うんですけど、まあ、こういうのは最高ですね。デラックス買いや、買いですよこれ、マジで買いです。これマジでいいんで、紙パンツです。紙パンツ、紙パンツに商品名変えとこうかな。ゴッドパンツ、うん、デラックス、あ今期のデラックス気になるのいっぱいあります。今期いいっすよね、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ色はどんな感じですかね。めちゃめちゃいいっすよ。めっちゃいい。ちょっと今光でなんか白っぽく見えてますけど、ポストの色は結構近いと思います。これもっと濃いです。なんかこう光当たんないところで見てみよう。ここ影になってそこ、なんかちょっと白くなるな。りゅうちゃん移動してみて、ちょっとやっぱ白っぽくなるな。ポストをお願いします。そうですね、でも本当にいいですよマジで。スラックス、あこの辺とかだといい、これがリアルな感じで、いい色に見えるかもしれない。ポスト見直します。これマジでいいんで、最高ですよこれ。武田おすすめブラウン、はい、で武田おすすめブラック、これは小野松さんのカラーこれは小野松さんのカラー、これはこれがボスのカラー、これがこれが小野松さんおすすめのブラウン、これが俺だこれが俺だ酔っ払ってるわけじゃないですからね。はい、何も入れてないです。宝くじで皆さん最高金額いくら当たったことあるとかありますか？え300円、1万円、1万円でも十分すごいと思う。俺は半年ぐらい買い続けてて今最高1300円だね。嘘そんなもんよ現実は、そんなもんよ、うん、ポスト見直します。あありがとうございます、ね、よろしくお願いします。でもね、やっぱ買わないと当たりませんから、うん、定期購入のやつにしてますね。勝手に1週間ずつ買われるやつに。それですごい高額当選を2回してるっていう人の話を聞いてから買い始めたんですけど、
しかもクイックピックみたいな勝手に選んでくれるやつ、数字とかも。競馬で5万円です。競馬で5万円、あ、すごいじゃないですか。今でもこの場に競馬で土曜日50万、日曜日100万当たったっていうお客さんがこの場に今いるんですけど、行かれてるもう全部使い果たしたよ、運多分するでやばくないですかなんか夢だって思うよね、うん。いや、どういう気持ちなんですか、100万とか50万当たった瞬間。やっぱ焦んの？いや、焦るよ、焦る。焦るの、うん、焦るらしいですね、やっぱり。そりゃそうだよな。はい、おかわりのポーチ、肩にかけたらどんな感じですか？こんな感じです。これが今マックスの長さではマックスです、はい。マジですか、大人がいっちゃいますよねって来てる、ね、そうしてなくなった、どんぐらいでなくなったんでしたっけ。1ヶ月で150万使い切ったそうです何に使ったか明確には覚えてないでしょ。物に残ってなんの？あるあるある。何？服とかね。あ、服、うん、あとはいろいろ言えない、言えない、いろいろね。やばいっすよね、そういうの聞いちゃうからな、欲しく買いたくなっちゃうんだよね、うん。でも競馬は確かに確率高そうだよね。あ、まあ、うん、だって金額を抑えようと思えば抑えられるわけですね。そうそうそう、100円でめちゃめちゃ上がるやつとかにだけかけてれば、うんうん、大人の事情、大人の事情言えないやつねすげえよな本当に。俺がその聞いた知り合いが宝くじ当てた人は1000万超えを2回当ててるやばいよね。やばい、それはやばい。でも狙ってんのは奥だからって全然なんか嬉しくなかったっていう、その感覚もちょっとよくわかんないし、まあそこは共感できるね。あすげえ本当に。皆さんデラックスの紙パンツよろしくお願いしますね。お願いします。マジで信じて、これは大丈夫です。うん、感覚がえぐい。そうなんですよ、なんかもうその話聞いてる時にそっちにも驚くし1000万にも驚くし、もう大変でしたよ。何に驚いていいのかもわかんない全然話が入ってこない、うん。紙パンツは在庫たっぷりありますか？ブラックの方はまだ結構余裕あるんですけど、ブラウンはもう S と L だけ、1本ずつ、1本ずつになっちゃいました。お早めに。 S サイズじゃないとブカブカになりそうですかね。あれ、俺と同じぐらいでしたっけ身長体重、あの福島の子だとしたら S でいいと思いますよ。ちょっと今体重とか変わってないですか？差し支えなければもう一回書き込んでもらえれば。ありがとうございます。そうですね、ブラウン狙いの人はちょっと急いでもらった方がいいですね。でデラックスの方のページも見たんですけど、そんなに数もなさそうだったんで、ちょっと早めに、うん、変動なしです。そしたら S でいいと思います。うん、 S、 俺ちょっと逆に変動あって S 履けてるんで大きくなっちゃったんですけど、うん、このシルエット、細すぎず太すぎない、本当にスラックスっぽく履きたいんであればこのぐらいのサイズ感とか、もっとドカッと太く履きたいんだったら M でもいいですけど、 S だと俺ベルトなくてもちょうど止まるぐらい結構綺麗にウエストキュッとなりますね。まあゴムなんで窮屈はないですけど、で M だとまあちょっとベルトした方がいいかなみたいな感じですね。まあ今日の推しはもうここですね、こことポロですけど、ポロはもうグレーなくなっちゃったんで、
太ももが太くて履いてみないとわからないって思ったんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。うん、結構太さあるんで、俺も結構太もも太いんですよ。運動してないくせに、運動部じゃないくせに太もも太くて、結構実家が坂の上にあるんで、それとあとまあチャリで鍛えられた太ももがあるんですけど、大丈夫っすよ。競輪やってますとかじゃなければ全然大丈夫だと思いますね。55分までにしますか？55分までにしますか。はい、じゃあ55分まで気になることあったらガンガン言ってくれれば、はい、答えますんで。りょうさんのが緑のキャップかぶってんのもう一回見たい。ないなんかあった、うん、見落としてました。後ろかぶりでお願いしますって言って、うん、サトシ、55分までこの静止画を。見ろ。止まった。やめた、靴下少なくなってきましたからね。ちょっとお早めに、この辺も。色かけも出てきてます。はい、できた。はい、来ましたよ。そうね、ついで買いの靴下多いですからね。ついで買い、うん、トラティは取ってなかった。トラティはそうなんです。すいません。はい、サインさんトラ好きだからな。トラ好きなんすね。うん、しかもなんかこうずっと葛藤してた。最近派手なアロハ好きだけど結局なんかこう着れないみたいな、すごい悩んでた。 LINE で、攻めましょうよ。谷口さんガンガン。谷口さんでもこういうのね、ちょっと抑えめの柄とかだったらいいんじゃないですか。ボブディランとか。何さ、これいいと思ったな。パープルのレオパード。うん。おい、虎年だからな。虎年だ。そうなんですよ。俺、辰年だから、じゃあ、辰だ。何年？ん？イノシシ。考える時間必要？イノシシです。イノシシ。イノシシです。イノシシ年だ。イノシシありますよね、イノシシ。何年？ヘビです。ヘビ。ああ、かっこいいね。ウサギだ。ウサギ。同世代ウサギだ。うん。失礼それは。失礼だな。失礼。ウサギ顔でしょ。あともうちょっとで終わります。とにかくあの皆さん、デラックスの紙パンツはよろしくお願いします、はい、本当に間違いないんで安心して買ってくださいっていうことをお伝えしたかった配信でした。こうだから、ね、来週もやりますんで、はい、入荷多分あると思うんで、あとはまあちょっとね言えないとは思いますけど、ある程度言える範囲でワコマリアの展示会のがどうだったか、こういうアイテム出ますかみたいなのは答えられると思うんで、明日、来週は結構熱い激アツな回になると思うんですね。リアルタイムでいつも質問を答えれるんで、シャッスシャッス、谷口さんシャッス、うん、来週ちょっとぜひお時間ある方は楽しみにしてください。結構やばい情報だと思うんで言える範囲で答えていきます。はい、っていう感じですかね。では、はい、ありがとうございました。お、仙台行く機会あったらお店寄ってみます。ありがとうございました。あ、ぜひお待ちしております。ありがとうございました。お待ちしてます。では、また来週。また来週。